人気アイドルグループ日向坂46が24日配信ライブ「ひなくり2020お化けホテル」と22人のサンタクロースを開催した。本来は12月6、7日に初の東京ドームで開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で寄付に延期に。今年は代替開催として無観客の配信ライブを行い、9万5714人のファンがチケットを購入した。デビュー曲、キュンやドレミソラシド、そんなことないよなどシングル表題曲を含めた全22曲を披露した。客席にはペンライトと風船が置かれており、ファンと共にを演出。斉藤京子、23、はペンライトを客席に置いてあって、この光景が久しぶりでジーンときましたと振り返った。4曲目、まさか、偶然、では、9月21日から眼科系の病気の治療に専念するため休養していた松田効果、21、がサプライズ復帰した。アンコール後の MC で、松田は涙を流しながら、病気になってしまってお休みをいただいていたんですけど、少しずつ体調も良くなってきたので、このような形で出させていただきました。今立てていることが、本当に幸せですと感謝した。松田は、分かった時は頭が真っ白になったけどと振り返りつつ、たくさんの方が支えてくれて、前向きにここに立つことができた。まだ万全な状態とは言い切れないけど、大好きな日向坂46の活動を頑張っていきたいと決意。今後も体調を見ながら活動に参加していく。渡辺美穂、20、は全メンバー揃っての出演に、感無量で全員揃ってステージに立てるのは当たり前じゃないんだなって。22人全員揃ってのステージは感動しました。松田が戻ってきて安心しましたと温かい涙で松田を迎え入れた。昨年2月に、ひらがなけやき、ひらがなけやきから改名した日向坂46。デビューシングルは、女性アーティストのデビューシングル初週売上枚数の歴代1位を記録。NHK 紅白歌合戦に初出場し、今年も2年連続で出場を果たす。それでも今年は、コロナ禍もあり、キャプテンの佐々木久美、24、は、2020年はいろんなことがあって、思うような活動ができなくて、たくさんの障害があった1年だったと回顧。それでも24日のイブに、こういう機会をいただけたのは嬉しい。握手会やライブもできない中で、これもお日様、ファンの総称の皆さんのおかげです。2021年は、お日様に会える1年になればいいな。ひなくり2021を迎えたいと思いますねと話した。